ちゃんと見えてるかな。ちゃんと見えてるかな。誰か誰か。あ、タグ編集しよう。タグ編集しようと。これ。あー、まあいっか。いやー、タグ別にいっか。いいや。大丈夫かな？聞こえてる？誰もいない。この放送。この放送誰もいないやん。マジか。土曜日の、土曜日のこの時間なのに誰も来てくれないってマジですか？マジか。うわ、こんだ。困った。困ったな、ワコンね。やってたら、やってたら誰か来てくれるかな。誰も来ないわ。いいや、行こう。いいや、行こう。あ、来てくれた。バケッツァ版、そうです。ちょっと待って。主人公を褐色にしたらお母さんも褐色になったわ。え？遺伝が強いな。これお母さん？え、ちょっと待って。お母さん話しかけられない。あれ？あれ？あれ、ちょっと待って。A ボタン効かなくなってない？ちょ、待ってくれ。待ってくれよ。A ボタンが効かなくなってるぜ。まあ待てよ。こうしないと多分ダメだよね。あれ、ちょっと待って。ポケモンできなくなった。これ最初のコントローラーの設定から変えちゃったからか。ちょっと待って、じゃあ最初から。あれ？あ、違う、コントローラーがスイッチを探してる。あー、なんかもうめんどくさいことになったわ。一回ソフト終わろう。最初からやろう。まだセーブされてないだろうし。もうやめてよ、そういうこと。びっくりしたびっくりした。じゃあ最初からやりますけど。使うコントローラーのボタンを押してください。ん？え、押してるけど。あ、これしか使わないの？え？こちらのコントローラーでよろしいですか？え、どういうこと？ん？これしか使わないの？これって。え？あ、そうなの？あ、そうなの？知らなかった。へえ、へへ、おばさんだから 最新のコントローラー操作にはついていけねえぜ。ついていけないわよ。ピーカ、もうこれめっちゃ可愛いな、ピカチュウが。やばいわ。かわいい、かわいい。え、本当に片方しか使わないんだ。なんだ。なんだ。ピカチュウめっちゃかわいいな。これ EV 版だとここ EV なの。はじめまして。いやー、大木戸博士。さっき見た。一人でここ見た。なんかモンスターボールって昔よりちっちゃくなったよね。
なんか昔はでかくなったり小さくなったりしてた気するけど、最近はずっと小さいままなんだな。うん、なるほどね。ねえ、これマジでこれ選びたいわ。かわいい、この男の子めっちゃかわいい。こんな姿でーす。うん、今回は色白じゃなくて発色系で行かせてもらおう。発色系でね、ミトコンです。ミトコソです。このライバルが可愛いよね。この男の子は君の隣に住む友達でライバルでもある。名前はなんていうのかな。なんかな、これもともとシゲルじゃないのって思ったけど、こいつは、あーでもな、配信するんだったら面白い名前にしてもいいけど、なんかグリーンがいいかな。なんかその履いてるタイツも緑色だしさ、緑色だしさ、あんたの履いてるそのタイツ、あんたの名前はグリーンよ。ちょっと待って、彼はグリーンというのか。いやーかわいい。こんばんは。いよいよこれから君の物語の始まりだ。始まるよ。夢と冒険とポケットモンスターの世界へ、レッツラゴーですよ。やったー、やったー、ポケモンができるよ。あ、なるほどね。だからここに置いてあるスイッチ赤い方がないんだ。私が今持ってるっていう設定だから。なるほどね。元気してた？見ての通りですよ。こんな感じ、日にも焼けちゃって、なんか髪も伸びましたね、ミトコンさん。ピカブイ世界300万本、すごーい。みんなやってる、みんなやってる。お邪魔します。お邪魔されちゃう、ライバルに。ミトコン上がるぞって、男の子に勝手に部屋に上がられてるわ。おはよう、おはよう。どうした、不思議そうな顔して。あれ、待てなくて迎えに来ちゃったんだね。このライバル今回可愛くない？可愛くないか。名前ミトコンなんだ。まあ私はミトコンだからね。まあまあミトコンだよ。昨日ミトコンに送ったメール、まだ読んでなかったらチェックしといてくれよ。確かに階段上がってすぐ部屋なの嫌だな。ワンクッション欲しいよね、ドアとか。まあ吹き抜けと思えば、うーん、あーでもな、この家子供に特化しすぎてるからね。お母さんの部屋とかないからね。お母さんが寝るところもないからね。お母さん、さあ沖田博士のところに行ってらっしゃい。グリーン君が二人でポケモンもらえるように頼んでくれたんでしょ。そう、いろんな食器が綺麗に並んでる。湯飲みは3つだけどお皿が2つしかない。あ、お客様用もある。テレビで映画をやってるおさげの女の子がレンガの道を歩いてる。私ももう行かなきゃ。行かなくちゃ、行かなくちゃ。冷蔵庫チェック、フライパンチェック。ちょっと待って、この右手だけジョイコンで操作するのやりづら。中には何も入ってない。スタバのチャイシロップのやつ、わかんない、飲んだけど生姜って言われてもうーんって感じだし、なんかチャイの味がしたわ。タイ、インド、インドの味を感じましたね。なんかこの、あ、踏んじゃった。この花あれだね、ドラクエのビルダーズの花に似てるね。ここはミトコンの家。そう、ミトコンの家、ミトコンが所有している。そうだよ、私もポケモン育てるの。強くなればガードマンの代わりになるしね。そうなんだ、そういう使い方もあるんだ。マサラは真っ白、始まりの色。そうだよ、ちょっとこの人って
前髪ちょっと来てたんだな。カンクの力ってすげえ。スマートフォンと、ふーん。私ポケモン GO あんまりやってないんですよ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ライバルの家見てからにしようっと。やっぱ、かわいいチャンネルがいるのか。え、これ?ちょっと待って、これ?あら、ミトコンちゃん。弟のグリーンがあなたを迎えに行ったのよ。すれ違いかしら。ちょっと待って。解釈違いだわ。え、グリーン、ライバルのお姉ちゃんってさ、もうちょっと年上のイメージだったよね。なんか髪の毛下ろしてて、すごいボンキュッポンでちょっとエッチなお姉さんをさ、想像してませんでした?俺も思った。そうだよね。なんか、こんなんじゃないもん。こんな中学生みたいな感じじゃないよ。ライバルのお姉ちゃん。え、これ、家じゃん。家が飾られてるわ。グリーンの写真だ。へぇー。わ、これ、解釈違いだわ。マジで。もっと大人を想像してた。え、2階、あれ ?2階、あれ、ライバルの家って2階ないの?あれ?え、あの2階どうやって行くの?あ、ちょっと楽しそう。何あれ、井戸端会議 ?2階がありそうでないんだ。フェイクか、吹き抜けか。こんにちは。ああ見えても沖野博士はポケモンのオーソリティなの。オーソリティって何?私も博士の助手として。初代は2回なかったっけ?そうだっけ?そうかも。私も博士の助手としてポケモン研究してますの。真ん中ないよ。あ、ミトコン沖野博士いないんだ。あそこのモンスターボールに入ってるやつかな。早く欲しいな。可愛いよね、ライバル。可愛いわ。何が入ってんの?何これ、洗面台あるわ。美化室みたい。写真が飾ってある。へえ、そうか、そうか、最初にこっちに行かなきゃいけなかったのか。ポッポたちどうもありがとうよ。あ、普通に仲良くしてたわ。オーソリティわかんない。おかげでお前たちのことがまた少しわかったぞ。怖っ。ポケモンに話しかけてるおじさんだ。あ、遠くが見える。大木の博士。インナーそんな感じだったんですね。そうじゃそうじゃ。今日はお前とグリーンにポケモンあげるのじゃったな。早速研究所に。お、ビガビガわ、なんじゃなんじゃ。わ、かわいい。はっ。え、やばい、かわいい、かわいい。こんなところまでピカチュウが来るとは珍しい。せっかくだからポケモン捕まえる練習してみよう。モンスターボールを投げてポケモンに当てて捕まえるんじゃ。え、ジョイコンを画面のボールに向けてまっすぐ持ってください。まっすぐ持ったら構えるで A ボタン。え、構える、ジョイコンを振ってボールを投げます。え、で、あ、下手くそ。下手くそでは。え、このポケモン GO のさ、捕まえるこの枠ってさ、真ん中に近いほど捕まえられやすいんだよね。よくわかんないけど、あれ違うの、わかんない。私ポケモン GO よくわからずにやってるから、どうなったら捕まえられるのかわかんないよ。初めてにしては上出来じゃ。さあ、そのモンスターボールを拾って捕まえたピカチュウに名前をつけてあげなさい。何、あ、モンスターボールに入りたがらない。出てきちゃうこれ。あー、ああいうペットボトルの蓋でああいう遊び方する。なんか机に思いっきりこすりつけてバシュって飛ばす遊び方する。あれ、あ、真ん中か。
そこのモンスターボールさっきは2個だったのになぜか3個に増えたんです。バカ言うな、ピカチュウなんじゃ。ミトコーン自分で捕まえたのか。あ、楽しそう。わあ、びっくりした、かわいい。なんだか面白いのこのみかん。沖田博士なんか後頭部にリストカットの跡ありますよ。リストカットとは。ミトコンが捕まえたの真ん中のボールに入ってるみたいだな。え、じゃあこの横は何なの。ちょ、アピってくる。そっちじゃないよって言ってるみたいだぞ。じゃあこっちかな。そっちじゃないよって言ってるみたいだぞ。メンヘラかよ。んだよこのピカチュウ、メンヘラじゃねえか。あー光ってる。あ、あー出てきちゃった。いやーかわいい、なにこれ、あざと。あざと。なんだこれ。いやー、あ、ミトコンが取れた。自撮り。いやーと写真が下手くそ。写真が下手くそだ。いやーかわいい、なにこれ、あざと。しかしミトコンのことを気に入ってるようじゃな。名前つけよう。つけないけど。私ポケモンはデフォルト派なんだよね。特にピカチュウとなると名前つけらんねん。ていうかピカチュウ版では名前つけるとかなくなかった？初代って名前つけるあれあったっけ。あそこ EV だったんだ。そこが EV なんだね。あれ何のコメントもなし。かわいいな、 EV 欲しかったんだ。つけれる？じゃあ私初代でもポケモンに名前つけてなかったんだきっと。え、ついてきてる。あ、なん、え、なにこれ。離れるとピカチュウが、離れるとピカチュウが光になってついてくる。へえ、ハイテクノロジー。ちょっと待ってくれ。そうだった、図鑑をもらわなきゃね。どっから出すんだ。何ですかそれ。私が設計したポケモン図鑑だよ。へえ、そうなんだ。大変ハイテクノロジーな道具だね。あ、博士は赤ペンと青ペンを胸ポケットに入れる派か。ピカチュウとイーブイでゲームの内容はなんか出るポケモンの頻度と出るポケモンの種類が違うらしいですよ。ポケモンただ見つけただけでは詳しいデータを手に入れることはできん。捕まえなければなんないよね。完璧な図鑑を作ること。しかしわしももうジジ、そこまで無理はできん。もう何年ジジやってんすか沖縄博士、夢を果たしてほしいのじゃ。さあ二人とも早速出発してくれ。沖縄博士が少年の乳首を優しく撫でる動画。ポケモン図鑑か、これからたくさんのポケモンと出会えるんだ、楽しみだな。俺すぐ行きます。ミトコンも自分のペースで、焦らず来いよ。気が使えるな、まだ少年11歳か12歳とかでしょ。気が使える子だよ。へえ、いや赤だけで動かすの本当にあれだな。ポケモンたちがミトコン待っておるぞ。もうシゲルとは大違いだよ。シゲルだったらここでちょっとちょっくらポケモン戦わせてみようぜ。俺うずうずしてんだって言ってた。あ、母ちゃん、わあかわいい、博士にいただいたわね。自分で捕まえたの。そうだぞ。すごいじゃない、なんて呼べばいいの。ピカチュウちゃんね。そうだぞ。ピカチュウ、かわいい、わあすっごく元気、めっちゃかわいい。だってピカチュウ版初代は最初不愛想だったじゃん。ピカチュウこんな最初からこんなんでいいんですか。あれ、お姉ちゃんからもらうんじゃないの。バックのタウンマップを見れば自分のいる場所がわかるからね。じゃあライバルのチャンネーはさ、あ、そっか、シゲルのお姉ちゃんはポンキュッポンのイケてるお姉ちゃんだけど、この世界線のライバルのお姉ちゃんは別人か。なるほどね。ミトコンちゃんもグリーンもポケモンもらったわね。よかったわね。わよ。ミトコンも可愛くてやばいな。いやー、照れますね。
やー、照れるな。私勝て。私勝てねー。ね、これ何？マザー2じゃん。マザー2じゃなーい。アニメだと鬼スズメとの戦闘でね、そう。そうなんだよね。わあ、謎の草だ。かわいい。わあ、なんか、ポケモンコロシアム時代の動きに似てる。これ、野生のポケモンとは戦わないんだ。構える。あー、なんかこれさ、怖い。あー、うまい。うまいな。この辺のポケモン全部捕まえていこうぜ。てか、モンスターボール無限に持ってる。捕まえた。あ、見えなかった。見えなかったよ。ピカチュウはレベル6に上がった。もしかしてこれトレーナーとしか戦わないんですか？やったー。ただの草だと思って引き抜こうとすると鳴き声がする。なぜかとても恐ろしい気分。はい、そうなんだ。野生のポケモンを捕まえることによって成長していくんだね。レベルはあると思う。多分ジムリーダーとかも出てくるから。構える。最初からモンスターボール50個持ってるこの子でい。あ、失敗。 失敗だわ。あ、でもポッポだからすぐ捕まるわ。やった、ポッポ捕まえたぞ。あ、これが出てたんだ。あ、なるほどね。なんかいい感じに投げられると経験値がたまるんだ。何この、私のガチで私の能力が評価されていくシステムなんだろうこれ。おとなしい性格で襲われても反撃せずに砂をかけて身を守ることが多い。かわいいね。かわいいね。だけどそんなんじゃ野生ではすぐ死ぬけどね。あー、こらったいるよ。こらったー。いやー、こらったいるじゃん。かわいい。いい、かわいいね。もうかわいいしか言わねえ、こいつ。あー、難しい。こらった、ちっちゃいから。あ、難しい。ちょっと待って、エクセレント出ねえ。なんかゲームを初めてやったお母さんみたいな動きしちゃう。 なんか遅い。14もらった。なんか平和的だねこのポケモン。牙が2つ。とにかく何でもかじってみる。1匹見つけたら40匹あそこに住んでるはず。何の根拠もない。そんな主観、何のあれにもなんないよな。ピカチュウ、ピカピカ。そうだよな。ピカチュウはさっき捕まえたコロッタのことが気になるみたい。なんかできんのかな。なんかポップめっちゃ湧いてきたわ。あれ、何もできない。ピカチュウに何もできないわ。コロッタのこと気になるって。様子は見よう。いや、負けず嫌いだ。わ、なんか後ろがかっこいい。慎重な性格だ。へえ、再び巡り合った。レベル5の時マサラタウンで再び巡り合ったってどういうこと？ 前世で会ってた？ 全然前世。全然前世で会ってたわ、ピカチュウと。へえ、特攻下がるの？身長だと。ポケモンの厳選とかしたことないからわかんない。これもうポップ良くない？このマザー2システム良くない？そうだよね、触れ合える時が来るんだよね。もう適当にボール投げちゃう。ポッポだから。ポッポだからね。もっと言うと、ジョイコン、上から下にエイって投げてるんじゃなくて、下から上に、なんか釣り竿みたいに動かしてるわ。レベル7になった。レベル5になった。てかピカチュウメスじゃんか。かわいいね。絶対メスなのかな。ポッポいらねえ。飴にしようぜ、こいつも。ピカチュウ、今の気分は？ピカチュウ。あ、どうしたの？キョロキョロしてる。何か物音がしたのかな？大丈夫？私が守ってあげるからね。道に段差があるだろ？飛び降りるのはちょっと怖いけど。ちょっと待って、これ草むら何の意味もないの？もしかしてこのゲーム。
あ、コラッタが突っ込んできた。何の意味もないじゃん、このゲームにおいて、草むら。そうなの？あー、なるほどね。ここ行けそう、行けない。へー、はえー、あれ、この辺ポケモンがいないよ。あいつ戦いそう。おい、勝負しようぜ。段差が見えない。あれ、勝負しないの？いいポケモン連れてるじゃん、お目が高い。僕もお気に入りのポケモン連れてくるから、後で勝負しようよ。いいよ。いいよ。幼い子に膝に手をやって。あ、ポポはいた。そうか、でも捕まえないとレベルアップできないんだもんね。私何のために今時は指定に来たんだっけ。あれあれれ、あそこになんかおじさんがいる。居合切りでしか行けなそうなところにおじさんがいるわ。はあ、こういう水辺ってこういうイメージだったんだね、初代ポケモンって。なんか防火水槽的なね、そういうイメージだったんだ。柵とか作んなくていいんですかね。ポケモン図鑑作っとるか、ならわしからアドバイスじゃ。全然漏れてるわ、情報が一般の市民に。フレンドリーショップでたくさんモンスターボールを買うといいぞ。じゃあおじいちゃん、モンスターボール買うためのお金恵んでよ。ジジカツ、ジジカツだ。君が連れているのはまさしくポケモンだね。そうだぞ、素敵な世の中だね。やばい、行くばくかかも行かない男の子がこの世の素敵さを悟ってるぜ。あ、ロケット団だ。初めてこの髪ちゃんと見ました。本当にこの色にしてるんですね。何よ、ダメダメ、ここは今通行止め、大事な見張りの真っ最中なんだから。そうなの？あ、まだ喋れないやつだ、かわいい。はあ、いいね。なんだこのじゃりんこは。何よ。何はよ。ふん、どうせブチブチに倒してやるんだから。ね、酔っ払ったおっさんはどこ行ったの？隅にあるマガジンラックの本をご自由にお読みください。受付の姉ちゃんが言っとった。これも初代と一緒か。たくさん捕まえたポケモンはボックスに送られるよ。君のバッグの中にはボックスがあるでしょ。あるよ。なんだこれ、オブジェ。マガジンラック読むか。ポケモンジャーナル、広告がある。秘術と呼ばれる技を使えば木を切って道を作ったり、暗い場所も明るく見えたり、便利なことだらけ。え、これってもしかして秘伝技？やだ。一つにまとめられてる。違うのかな。ポケモンセンターはこの先どこの町に行ってもある。そうだよね。金の玉おじさんってどこにいるんだっけ。トレーナーと戦ったことある？え、ヨズかわいい。ヨズかわいいね。先に攻撃できるよ。へえ。ラッキーじゃん。ラッキー言うとるわ。預けてみる。あ？あ？ポケモンバトルしない前提だわ。メンテナンスとかしていいの？その隙にポケモンが死ぬじゃん。そういうとこちゃんとして。イモムシポケモン2種類いるって知らない？知ってる。それならいいんだ。ごめんね、せっかくテキストが用意してあるのにね。あ、フレンドリーショップのお兄さんだ。大木田博士を知ってるね。やばい、暗殺の依頼かな。これ頼まれてるんだけど今手が離せなくて。大木田博士に渡してくれるかい？教えてみとこん。イモムシポケモンっていうのはね、緑色の可愛い方のキャタピーと、オレンジ色の、オレンジ色？なんだろう、オレンジ、針が尖ってる方のビードルだっけ？ビードルがいたりするんだよね。私はどっちかっていうとスピアになるビードルの方が好きです。コクーンも可愛い。どうだエピカチュウの様子は。エピカチュウの様子？んー、今なんでもって、どうしたピカチュウ。いや可愛い、うるうるしてる目が。シャッターチャンス、よし。よし。